こんにちは、小笠原です。やっと映画を撮っていこうと思います。なんだこの企画はという方もいらっしゃるのかなと思うので、まず最初に説明をしていこうと思うんですが、約2ヶ月前の動画で、映画を撮るという動画を出しまして、その続きになります。約2ヶ月ぶりの動画というか、初めての動画になるんですけれども、2ヶ月間何もしなかったわけではなくて、いろいろ作業をしていたので、その様子をお届けしながら喋っていこうかなと思います。いろいろ作業の風景を動画で撮っていたんですが、あまり変わり映えしないので、私の声やテロップでいろいろ説明もしていこうかなと思います。そもそもこれはどういう企画なのかと言いますと、私は学生で映画や映像について学んでいます。そこで約半年、来年の3月完成に向けて一本の映画を撮ろうという企画で、チャンネル名の方も変更させていただいたんですけれども、映画を撮れたら終わりチャンネルということでやっていこうと思います。今回は一番最初ということで、その映画を作る工程や一番最初のことについて話していければなと思います。まずそもそもの話をしておくと、映画や映像を作る過程や工程について明確な決まりなどは全くないです。自分が作りたいように作っていくのが一番いいのかなと個人的には思っています。自由に作っていいと言われても何をしたらいいのかわからないと思うので、制作の過程を大きく6つに分けたので、そこから一つずつ説明していこうかなと思います。まず企画を立てる、そしてシナリオを書く、そして準備をして撮影をする、それを編集して完成といった感じになります。このように6つに分けたんですけれども、それぞれ一つ一つの工程でもっと細分化されたり、いろんな過程があるので、それはその時に動画できちんと説明していければなと思います。今回はまず最初の企画編ということで、これについて私がいつもやっていることを説明していこうかなと思います。まず企画編ということで、何を作るのか、どんなものを作りたいのかを考えます。これがなぜ必要なのかと言いますと、映画や映像というのはカメラマンさんや音声さん、照明さんなど撮影現場で一緒に協力してくれる方や、お金を出したり、宣伝をしてくれるプロデューサーさん、出てくれる俳優さんなど、たくさんの人の協力でできています。企画書といって、関わってくれるたくさんの人にこの作品はこういうもので、こういったものを届けていきたいという書類を制作するためであったり、あとは自分自身の考えの整理であったり、いろんなことをまとめていくために必要になります。では企画書というワードが出ましたが、これに何を書いていけばいいのか、どういったものを作っていけばいいのか、私がこれは必ず必要なのかなと思ってきたものが、作品のタイトル、作品のテーマ、そして作品の概要になります。タイトルから説明していこうかなと思うんですが、まあタイトルは作品のタイトルですね。自分が思う、自分がつけたいタイトルでいいと思いますし、全然カッコ仮のようにつけて仮決めていいと思いますし、下手な話、未定でもいいと思います。そして2つ目のテーマ、私はこのテーマが大事だと思っていて、自分がその作品を通して一番に伝えたいこと、作品を見てくださる人に伝えたいことを 1,2 文で簡潔に書きます。私はここから作ることが多いですね。そして概要です。ここは好きに書いていいと言いますか、あらすじっぽいことを書いてもいいと思いますし、登場人物がどんなことをするのか、またその性格であったり、こんなシーンがある、こんな場面がある、こんなセリフを、書きたいなど、今自分の頭にあることを、その作品の要素をいろいろ書いていきます。ちょっと難しくなってしまったのかなと思いますが、結局は自分の好きなように書くのが大事と言いますか、ポイントとしては出し惜しみをしないことですね。どんどん書いていくことで自分のイメージが膨らんだり、作品が進んでいくと思います。書けるだけ書いて、多くなったら後で削っていけばいいだけなので、とにかく書いていくことが大事かなと思います。この企画書である程度自分自身の整理はついていくのかなと思います。ちょっと具体的と言いますか、私がいつもやってることについて話していこうかなと思います。私はいつも企画書、概要に登場人物の誰に、どんな試練があって、どう乗り越えて、どんな結果が待っているのか、この4つを意識して書くようにしていて、
まあこの話は次のシナリオを書くについての話にもつながるので、またその時話していこうかなと思うんですが、起承転結と言いますか、この4つがあれば物語として成立はしてくるのかなと思います。まあそこまで浮かばない場合は、誰にどんな試練があって最後に衝撃の結末がみたいな感じに終わるようにして、思わず読んだ人が続きを見たくなるような形にするのも良いと思います。学生として学んでいく中で、友人の企画書であったり、実際に作られた作品の企画書などを読むこともありましたが、形などはなく、好きなようにやるのが全てだと感じました。まあその中で、これはすごいなというか、上級者向けだなと思った要素をいろいろ話していくと、レイアウト何でも自由で、色を使っていたり、イラストだったり、写真、あとは登場人物を演じる俳優さん、キャストさんをイメージしたり、似たような作品や参考作品を書いたりだとか、実際に一部のシナリオや、コンテと呼ばれる撮影したい映像のイラストを書いたり、何もかも自由でしたね。とにかく自分に伝えたいことを相手に伝わるようにいろんな形を使って書いていく感じです。わお。あとはこれがお金をもらって作る作品か、自分でお金を出して作る作品か、この企画書自体をコンペなどに出して勝ち取るなど、それこそ社会人と学生の間にだいぶ変わってくるなと思うのですが、今回の私は学生映画として自分でお金を出して作っていくので、私自身の頭の整理と協力してくださるスタッフの皆さんに伝わるような内容で書いていこうと思います。というわけで長くなってしまいましたが、企画編、とにかく大事なのはテーマですかね。何を伝えたいかを明確にしていれば問題ないと思います。実際作品として目にするのはこの企画書ではなく、次のシナリオ、撮影する映像になるので、あまり気負わずやっていくのが大事です。なので私も次のシナリオについて書いていきます。この動画の感想、意見やリクエストなどはコメント欄でお待ちしております。この動画が良ければ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。